おはようございます。今ですね、ラオスのノンキャオにいます。それでですね、今日の午前中にこのノンキャオからですね、バスで、ルアンパパンの方へ向かいたいと思います。で、ルアンパパンにね、2泊ぐらいして、観光をね、したいと思っております。いやー、ここね、ノンキャオなかなか良かったですね。はい。とてもね、のどかなところで、で、昨日ですね、本当は、もう少しね、北部の方へ行く、船でね、行く予定でしたけど、船がちょっとね、出ないということもあって、ここに2泊ね、してゆっくりしました。はい。まあ、こんな感じでね、のどかな朝を迎えております。今日のね、朝もね、こちらの、ホテルのそばのね、カフェに来ております。今日のね、朝食は、カオソイを食べようということで、来ております。こちらがですね、ラオスのカオソイのそうで、肉そぼろが乗っているのが特徴らしいです。こんな感じですよ。こんな感じでございます。美味しそう。ではいただきます。日本のね、味噌ラーメンみたいなね、雰囲気がありますね。美味しい。野菜もたっぷり。今ですね、ホテルの方から20分ほど歩いてきたこちら、バスステーションバスステーションの方へ、来ましたけども、9時発のね、ルアンパバン行きの9時発のルアンパバン行きは満車だそうです。でもね、10時発は空いてるそうで、10時発をね、予約いたしました。まあ、ロトゥーですね。ロトゥーで今回はルアンパバンに向かうような形になります。まあ、ですから、まあ3時間ぐらいでは10時発で、お昼過ぎには着くんじゃないかなと思います。こちらのね、ロトゥーでですね、こちらノンキャウからですね、ルアンパパンまで、6万切符ですね。はい。ですからおよそ、600円ですかね。はい。ノンキャウからね、ノンキャウか、ノンキャウから、ルアンパパンの方へね、戻ってまいりました。3時間でしたね、ちょうどね。で、まあ、ここはまた起点になってまして、ここからですね、まあ、町に行く、それから地方に行く、それから、高速鉄道の、ね、駅に行く、バスがここから起点で出ております。はい。我々はこれからですね、市内の方へ向かいたいと思います。ホテルのね、受付のお兄ちゃんに、アプリを手伝ってもらってですね、高速鉄道のね、切符を買いに行くところでございます。はい。そんなにね、まあ、小さいね、チケットカウンターがありますね。これはまあ、分かってないと見つけられないかもしれないです。すごい小さい。それでですね、6月8日のね、お昼のチケットを、購入しようとしたらですね、要はなんだろう、前々日でも前日でもですね、
その時間の、まあ、僕が予約したいのがですね、13時なんですけども、要は12時、お昼の12時までに購入しないとチケットが買えないようですね。で、僕は明日の朝からですね、観光へ出かける予定にはしているので、ホテルの人にちょっとね、チケットを頼むような形になるかもしれないですね。はい。こちらがですね、ここルアンパバンのですね、旧市街地のメイン通りだそうです。非常にいい街並みですね、こう見てると。あ、素晴らしい。このルアンパバンもですね、あちこちに、フォーレントのね、看板があちこち出てますね。はい、ナイトマーケットね、始まる前の、ちょっとね、路地の方へ入ってきております。はい、まあ、タイとね、同じような感じですね。はい、でもまあ、活気があるような感じで、いいですね。こんな感じ。なんとなく遺産っぽいよ。構想が入ってる。まさにだ、まさにタイ。でもまあなんか辛くなさそうなやつも結構あります。これポン酢みたいな、これポン酢じゃない、麺やっぱ天竜天竜と麺いい。今ね、ロジで売ってるパイナップルを買いました。この一つですね、一番切符ですね。ですから100円ぐらいですね。はい、オープンマーカー。こんなところにカフェアマゾンがございます。カフェアマゾンはラオスもおしゃれだね。結構目抜き通りの角っこにあります、ね、でまあすぐその辺りからもうナイトマーケットがね、始まるような場所ですね。はい、今日のね、晩ご飯はこちらの犬方チンチュン屋さんに来ております。はい、3万8000キップだそうです。から、ね、こんな感じのこんな感じの何とも言えない雰囲気のいいお店に来ております。はい、ルアンパバーンにですね、20年ぶりぐらいに来たんですけど、ビアラオがですね、こういうあのルアンパバーンビアっていう、なんかデザインにこう旧市街がラベルに入ってるんですけど、こんなの出してましたね。ちょっと、まあ、小瓶しかないんですけど、いただいちゃってます。はい、うん、
なんていうんですか、麦芽の味が際立ってて、はい、すごく美味しいですね。あのちょっとプレミアムビールの位置づけです。皆さんも来たらね、はいはい、ラオスなかなかねあれですけど、ビアラオも美味しいですけど、はい、こういうあの亜種もできてるんでね、はい、ぜひ皆さん飲んでみてください。はい、ありがとうございます。ラオスはこんな感じでね、占い師がねもうあちこちにいますわ。まあ、タイもいないわけじゃないけども、ほらね、ここも明かりついてる。これもみんなそうです。いやいやいや、びっくりだわ。